こんにちは。いや今日もやった。何をやったかって、まあ、サポートをしましたよ。今日サポートをさせていただいた方はですね、まあ、なんとか15万円副業で稼げるようになったんだけど、これを50万まで引き上げたいということだったんですよね。まあ非常に15万稼いだら50万に引き上げるのはまあ簡単なんですよ、実は。で、15万までなかなかいかないんだけどって方は、これはちょっとね、大変なんですよね。ここが15万円を維持するっていうのが大変です。10万から15万を維持するっていうのが、まあ単価にもよるんですけども、私の感覚だと5万から20万までは結構ね、日々積み重ねないといけないかなってところですよね。で、積み重ねていって一定の信用がついてリピートが起きるようになると、こっから一気にね、私の場合は80万ぐらいにボンと伸びたんですよ。だから月収40万、50万、60万時代って私ほとんどなくって、まあアフィリエイトのサイトで見るとね、すごくいい例なんですけども、初月2ヶ月目が00でね、で3ヶ月目に3000ぐらいで、4ヶ月目に5万円ぐらいだったと思うんですよ。で、次の月が30万で、その次の月はもう80万なんですよね。一気にすっ飛ばして1ヶ月ごとに、まるで別の会社の別の役職の給料みたいにどんどん上がっていきました。で、ものすごく量を枯れずにやったのはやっぱり初めですね。だから初動が一番最大速っていうか、全く何も知らないところから、麻雀しか知らないところから、いきなりパソコンとかインターネットとかアフィリエイトとかっていうところに入りましたから、単語一つの意味が分かんないですよ。だって全部耳慣れない英語なんで、アフィリエイトだって最初アフィレイなこんな感じでしたからね、言えなかったんですよね。まずはバナーとかっていうのも、バーナーとかね、パナーとかね、よく分かんなくって、次にバナーっていう言葉を見た時もこれ何だったっけなみたいな感じだったんですよ。そうやって繰り返し繰り返し繰り返しやってきた私の40歳が、まあ、今ね花開いて、今はそこそこの専門用語がスラ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 いきますし、簡単なプログラミングだったらやっぱり理解できるかなっていうところに行きましたけども、私も40歳の時までは本当麻雀しかやらなかったですからね。麻雀は知識と経験がそこそこあって自信もあったんですけども、まあそっからね、いきなりねクルッとね、まあ麻雀の方が知識は深かったし経験もあったんですけども、ただお金を稼ぐっていうツールとしてはまあ役に立たなかったですね。お金を稼ぐツールとしては全く別の業界の全く別の知識を身につける方法が本当に早かったと思います。だからね、麻雀を私覚えたのは中学校の頃だったと思いますけども、中学の頃にネットビジネス覚えてたら、もう今頃ね、もうね、ドバイにビル買ってるよって感じだったと思いますよ。それがね、40歳からですからね。40歳からなんだけども、3年で身を立てようかなというふうに思ったというよりも、3年で全部型がつくと思いましたね。で、最初の1年で2500万ぐらいの売り上げが上がったわけですから、これはすごいぞと思いました。ただ最初の1年は来る日も来る日もサポートですね。365日24時間1ミリの隙間もなく、全てインターネットの学習と反復と、それからセールスと集客とサポートにもう本当にね、こうつぎ込みましたね。で、たまに東京行く、そして麻雀店の勤務もあるみたいな感じで、なんか心地よいズタボロ感でしたね。自分が疲れ果てて傷つけば傷つくほど、ヘトヘトになればなるほど、これは血肉になったぞって、自分の筋肉になってるぞ、頭の筋肉、金の筋肉ですね、筋の力になってるぞっていうような感覚がありましたね。その実感とともに、それが今の私を支えてくれて、あの頃徹底的にやらなかったら、多分今でもね、徹底的にやらないといけない時期がまた来たと思います。まあ、私いつもそうなんですけども、大学受験の時ももう1年間でも十分なんですよ。もう2年目とかやりたくないと、次のステップ進みたいと思いましたし、稼ぐってことに関しましても随分長い間ね、20代30代足踏みしましたけども、足踏みをしたんだけども、40代に入ったら一度で全部やるみたいなね、そのぐらいもう根を詰めてやったら、まあまあやっぱりね、年を取った時の集中力の方があるんじゃないかなと思うぐらいですね、継続力の。今でおかげさまでね、まあ、こんな年ですけども、まあ、なんとなく隠居もさせてもらって、ね、すごいいいようになりましたね。だから私、エールを送りたい。40代、50代。できますよ。全てを振り切って、これだけに一点集中すれば、まだ一花でも二花でも咲かせることができます。その時に、自分の気持ちに対しては、あんまり耳を傾けないでください。自分の気持ちってのはね、自分の気持ちなのに他人みたいなもんで、なるべく無理をするな、休めっていう風に語りかけてくるんですよ。全部無視しなければ本当にね、やっていけなくなっちゃいますね。だからねじ伏せるんですよね、自分のそういった感情ねじ伏せて、自分の掴みたいミッションにだけもう心を置くっていう形ですかね。そしたら、まあ、1年なり2年で型がついたということですね。
FX も1年で攻略しましたんで、1年って長いように感じますけども、私 FX 歴5年ですけども、最初の1年でここまでできるんだったら、いやあっという間だったなって感じですよね。残りの人生全部 FX が富をもたらしてくれるわけですからね。投資についても生意気なことも言えるようになりましたしね、全ては習得すればもうそれで終わりということでございます。マスターせよということですよね。マスターね、まさにマスターでございます。マスターオブパペッツ。